相談がある。うん、これはポタちゃんとこうやって動画を一緒に撮るようになってから思ったことなのかもしれない。わかんない。私が神経質すぎるのか、ポタちゃんがズボラすぎるのか、どっちだと思う？話を聞こうという判断はそこからでも遅くないはずだ。私お姉ちゃんとさ別居した理由もさ、うん、私が神経質すぎてお姉ちゃんがズボラすぎるゆえの問題なんね。はい、ポタちゃん最近は亡くなったんだけどさ、前とかさ同じことを5回言っても直してくれない。分かったごめんねっていうに直してくれない。うん、はいはい、そのさ空っぽのごめんねなんか誰も聞きたくないんね。とりあえずこの怒りを収めようごめんねが一番うざい。別にそんなつもりはないよ。本人たちはその次もそのことを覚えていない、意識できていないっていう、その時は反省してる。で繰り返しさこう注意したらこっちもなんかさ嫌な気持ちになってくるんね。最初さ、はい、やっといてね、ごめん分かったって言われるやん。で2回目、え前も言ったじゃん、やっといて、ごめん忘れとった。で3回目、ねまた待っとる、ちょ直しといて、ごめんごめん忘れとった。で最後、えこれうちが神経質すぎるんかなってなるん。はい、まあ、例えばだよ、自分の家にすること、これはねもう治ってきたん。去年1年間渋いほど言ったら1年かけて治ったん。うん、すっごいさ偏見を生み出しそうな言葉ばっかり生み出しそうだから、危なかったら危ないって言ってね。これって実家暮らしだから、男の子はそうなん。でも私のお姉ちゃんは結構そうなんよね。でもジャコタさんと僕は特別マイペースな気がするよ。マイペースというかズボラ、ジャコタさんをズボラっていうわけではない。でもなんかちょっと僕と何かを感じる時あるから、うん、僕がズボラなんだとしたらジャコ姉さんもズボラなんかもしれないね。お姉ちゃんに関しても毎回私お酒飲まないから持ってこないでって、捨てることになるからって言ってるのに、いつも瓶3本ぐらい持ってくるんで。いやーまあまあ、でもねその気持ちねちょっとわからんでもないよ。自分の好きをね共有したいタイプだよ。自分は楽しいから向こうも楽しんでくれるでしょっていうちょっと気持ちはあるんだ。いやわかるんだけど、いや別にそのワインを何本も持ってくることに対しては怒ってない。ただ来るたびに2人ともうちんちを自分ちにせんでほしいん。ちゃんとうちんちっていう意識を持っといてほしいん。あーはいはい、2人とも元あった場所に絶対戻さないの、物を。許せないんだよね。別に1ミリずれてるわとかそんなん言わないよ。そんなさ姑みたいにね、ほこりとかそんなの言わない。全然そういうのは言わないけど、えだって絶対そこから撮ったってわかるやんってならん。私がさ人ん家でさ撮るとしたらさ、ごめん撮るねって言って撮って絶対そこにあった場所に戻そうって意識がある。これって親しき中にも礼儀ありなんじゃないのって思う。直すの私なんだよって思って。だからこれは私が神経質なのか周りの人がズボラなのか。でも眉毛はちゃんとやってくれる。眉毛なんならもうトイレットペーパーを三角に畳んでくれるぐらい、そうプラスにして返してくれる。すごいな、おっしゃる通りだと思います。これってさどっちなん、私が神経質すぎてポタちゃんがズボラすぎるだけ？いやでもそのゼノンがやられて嫌って感じることは多分みんな嫌って感じると思うよ。それ僕自分で考えたら嫌だなって思う。別のとこに返されたこと自体にイラッとはせんないよ別に。ただ自分が使おうと思った時に自分の定位置にない。そうそうそう、じゃあ誰だってやった時に あいつやんってなったらイラッとする。そうそうなん。だからその別のとこにあったことに対してイラッとするわけじゃなくて、またあいつかってなる。まあ、あんまり僕はねそういうことされた経験がないかは分からんけど、まあ家に呼ばんもんね人。うん、だからそれはイラッとするね。間違いなく。しかもさポタちゃんもお姉ちゃんもさ1回や2回じゃ絶対聞き入れてくれんがよね。聞き入れてないわけじゃない。抜けんの。抜ける。抜けんの。本当になめとる私のこと。なめ腐っとる。そういう人間なん僕ら多分。いやわかんない、ジャコ姉は分かんないです。ジャコ姉様は分かんないけど僕はそういう人間なんで。いやだからね、たまにね不安にならん。私が神経質なだけなんかな、これって飲むべきなんかな、黙って戻すべきなんかなってすごい思う。でもこれ言わんなん分かってもらえんよなって思って5回ぐらい言うんね、治らんが。1年言ったら治るけどね。はあ、難しいとこだね。めっちゃ他人事。いや僕はちょっとずつ治ってきたと思うよ1年かけてね。うん、いや顔腹立つ、顔写したいな。この時どういう顔すればいい？正解の顔何？もっと心がけるね。これさっきどんな顔しとった？僕なんかにやけながら半笑いしながら言ってたよ。いやちょっとカメラ回しとるからちょっと笑っちゃうよ。なんでなんで？やっぱプロ意識で。
お前プロ意識ねえだろ。自然と頬が上がるよね。まあそれはわかる。うん、でも僕なんていうかな、やろうと思ってやっとるわけじゃないっていうのは分かってもらえる。さすがにやろうと思って別の場所に置いとったら切れるよ。どんな最上級のカマチョなんて思うから。いや、そういうわけじゃないっていうのは分かってほしい。いや、分かってるよ。じゃあ、うん、2回も3回も言ったことをできないことに対しては私は怒ってるので、最終的に悩むんよ、これ私が怒ってる方が短気で神経質なだけなんかな。それはゼノンのせいではない、絶対に絶対にそれをやった側に責任がある、それは間違いない。それでなんで怒るかっていうね、プロセスを今から説明するわ。やばい、うざい。例えばよ、うん、SD カードリーダー、まあ、これ実際僕のだけどゼノンのだとして、まあ、ちょっと使うねって借りるとするやん、うん、でこれを借りるってことはこれを使うことに意味があるんや、うん、だからその時点で僕の目標は達成されるんや、うん、借りることで、で借りて使います、もうそこで僕の意識はこと切れるん。こいつに対しても。うん、でまあそのままだったり、ね、それさ、私が神経質なんじゃなくてあなたが無神経なだけじゃない、それ。あの忘れっぽい。いや忘れっぽいとかじゃなくない？だから次言われた時ももう忘れたの。だってさ、借りて借りた立場じゃん、うん、ありがとうって返せばいいじゃん。なんでありがとうって言って返さんのって思う。え、なんでそのまま蓋を開けて、むしろ蓋どこ行ったっけになるん、借りた人がってならん？なるね。なんで貸した漫画の帯なくなってんのみたいなさ、うん、いやだからそれわからん、なんでそうなるんか僕には分からん。だから人から借りることに対しての意識というか、え、これちょっと論理的なんかな、むずい、どうなん。なんか毎回さ、こういう話したらさ、みんな優しいからさ、ポタちゃんもそういうとこあるからさ、ゼノンちゃんも許してやってみたいなコメントで生まれん。めっちゃそれが嫌なの私。え、なんでいつも最終的に、まあポタちゃんも疲れてるからになるん、そうやったらお前かさんでって思う。言わんな、治らんがんぜ、言っても治らんがんぜ。まあまあゼノンちゃんじゃないの、違うの、私の話もみんなたまには聞き入れてよ。いつもいつもみんな、まあポタちゃんも悪気はないんだから怒って差し上げなさいよみたいに言うの。違うの、みんな聞いて、ポタちゃんの家庭環境、ポタちゃんに怒る人一人もいないの。怒られるよ。怒られないって。怒られる。いや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 、ないって。怒る怒る、全然怒られる。例えば、例えばなんだろう、あんまり怒らねえ。ほら、私毎日怒られてたもん、お母さんに。ねえ、トイレットペーパー変えてないよ、なんで出てけって。怖っ。テンプレートだから。それは怖い。なんでそれと同じ環境に育ったお姉ちゃんがあの性格のままで許されてたんだろう。多分それで私ポタちゃんも許せないのかもしれない。お姉ちゃんはなんかズボラでもいいよって言われてたのに、私はダメみたいな、私はできるって思われてるから怒ってるのかもしれないけど、その不平等さになんかこの姉妹のさ、教育のさ、な、村ができてて、方向性のさ、そう、それがまた嫌だったんだよね。ポタちゃんもね、そうなんよね。めっちゃね、正直甘やかされとる、めっちゃ甘やかされとる。それがまたなんかねえ、怒ってお母さんみたいな。僕あんまり 甘やかされとるっていう自覚はないよ。いやめっちゃやばいよ。でもやっぱ本人だからわからんのやろうね。やばい。見て、あの顔腹立たない。これおーそうなんだ、まあ僕には関係ないけどの顔。どうしてそうなるの？わかんない、自分ではわからんよね。ね、こういう時に思うよ。もし結婚して旦那さんができてもこうやって怒るんだったら、私が神経質なだけなんかなって。それはね、全面的に僕は悪いよね。でもね、多分ポタちゃんがこういう性格だから、みんなもまあまあって言ってさ、なんか私が強い口調だから言うんでしょ。私ばっかり、もういつもコメント欄で言われるもん。あげくの果てにはリプ欄でも言われるもん。あ、そうなの？なんでって思うの。まあまあじゃない、ダメなとこはダメって言わなきゃダメだよみんな。いやなんかね、僕ね、甘やかされてきたというよりは僕が甘えてきた。ずるいよね、こうやって僕の親は悪くないんだよみたいなさ。その感じが本当に私にはできない。もうずるいなって。もうこういうタイプのさ、性格の人と正反対すぎてさ、な、人生得するタイプだなってめっちゃ思うもん。私みたいなタイプすっごいヘイトためがちだしさ、なんか結局私が全部悪いんでしょみたいな感じで思っちゃうもん。ずるいよね。いや結局さ、僕が悪いんだよ、周りは悪くないみたいに言われたらさ、こっちも何も言えないじゃん、ずるくない？いや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 、そう、無意識的にやってるもん、またずるいよね。私たちみたいにさ、計算して計算して頑張って生きてる人たちには絶対分かりえないの。もうね、根本的から違うの。ずるいよね、ほんと生きづらい世の中やわって思うもん。こんなに考えてる人よりもさ、そうやってさ、自然に出る優しさの方がさ、強いっていうのがまたずるいよね。もう私にはもう、一生手に入れられない？ああ、ねえ、共感してくれる人いない？
悲しいんだけど私生きづらいなってすごい思うことあるんだよね。お姉ちゃんもポタちゃんも結局友達多いしさ、私とかさ名前出しちゃって悪いけど眉毛とかはさ神経質ゆえなのか友達少ないしさ。もうだって私と眉毛すごいよ。あのファミレスとか行った時におしぼりの袋畳んだりさ、箸の袋畳んだりしてるからね二人で。それはねでもやりすぎだと思う。それは神経質だよ。どうせ捨てるんですから。いやなんか綺麗にしてあった方が店員さんも捨てやすいし気持ちいいかなって思ってやる。してないよりはしてある方がいいと思うけど。でしょ？でもそういう気遣いは。でもそれは神経質の域だと思う。あのファミレスとかでやるのは皿を重ねるまででいいと思う。皿を重ねるよ、うん、ついでに箸揃えて入れたりとか、まあ、おしぼりの袋を畳んだり。いやそれをやりすぎ。箸揃えて入れるのは正直常識でしょ。箸の袋とかはどうせ捨てるもんだからそれを畳むのは多分神経質の部類です。間違いなく。ね、でも眉毛とご飯食べてる時にさ、あそれやっちゃうよねみたいな言う2人で。そうだね、うん、えー、でこういう方がなんか見栄え良くないって言って、あ確かにって言って2人でやったりする。それは理解できんな。結論として私が神経質でポタちゃんが無神経ってことだよね。うん、そうだよね。絶対そうなるよね。いやでも本当にね、こういうタイプの人に反省してるって言われてもね、イラッとするんだよね。それなんで本当に反省しとったら、だって5回も言わんでよくないってなるん。それ本当にポタちゃん会社とかでどうやっとったんだろうってめっちゃ思うもん。いやでも会社でも結構僕物忘れは激しい方だから、まあ、それで怒られたことはあったよ。でもなんていうの、メモするようにした。やばい、パソコンの こんなドヤ顔で当たり前のこと言う。メモするようにした。そんな新社会人にとって常識やん。びっくりするんやけど。いやなんかね、いろいろあってあんまなんか言いたくないんだけど、最初の方メモ取っとって怒られたん。ああそういうこと。そうなんか、まあ、メモ取っとって怒られたというか、まあメモ取っとったけどできんかったことがあって、まあそれで一回怒られたことがあって、あそのメモ意味ないじゃんみたいな。そう意味ないじゃんみたいな。そういうことしてる時間があるんやったら、手とか目自分で見て手動かして覚えてみなさいみたいな。え、だから漢字で一回指導されたこと、え、言われたんでしょ。だからそれ終わった瞬間にその言われたことメモせん、せんかったよね。せんかったね、それは怖い。それはせんかった。で、それである程度仕事を終えれるようになって、で、一周回ってまたメモし始めた。そっから、うん、体に染みついとるからってこと。まあ、体に染みついとるというよりは、やらんなんことを覚えたから、メモするべきこととせんべきことが分かるようになったというか。ああなるほど。って言えばいい。今までは無駄なことまで全部メモしとった自分がおったんだけど、教えてもらってそこからはしばらくはメモ一切取らずにやっとったけど、あこれはメモした方がいいなっていうのが分かるようになったから、それはそういうことをメモするようになった。なるほど。で、仕事ではやっぱりそういう忘れるっていうことが結構あったから、もうまた一周回ってメモを取るようになったって感じかな。まあ結論から言うと、うん、いろんな人間がいるねって話だね。そうだね。何今何があってこのサブちゃん回され始めたの。ああ、なんか昔テレビでトイレットペーパーをちょろっと残す旦那がうざいみたいなのを言ってる芸能人の人がいて、はい、さっきトイレした時にちょろっと残ってたのね、うん、でも私それに対してはイラッとせんがよ別に。だから私神経質じゃないんかなって思った、うん、でもポタちゃんとこうやって一緒におる時間が長くなればなるほど私神経質なんかなって思うようになったん、はい、だから私ってどっちなんだろうって思って回した。なるほど。だから結論は出たよ、私は神経質なんだと。すいません。いや、じゃあ謝ってほしいわけじゃないから。そうだよ、うん、あなたは神経質だって言えばいい。じゃあ、あでも確かにそういうとこあるかもねってポタちゃんに言われたらイラッとするかもしれんだ。むずいね。でしょう。でも僕も無神経だからねがちょうどいいんじゃない。うん、僕も無神経だからね。あでも僕さ、トイレットペーパー結構ギリギリっていうか最後まで使う人なのよ。ああ、その理由言っていい？え、何？長くなるよ。何？長くなるよね。なんかどうしようと思って。いいよ。いや、なんか大学時代にいや長くなるよこれ。なんか授業で習って、トイレットペーパーを最後まで使い切らんやつはいつか会社を潰す。何それ。授業で習って、もう何それって思う、うん、僕もそれ興味津々で聞いとったんだけど、やっぱトイレットペーパーも結局お金で買っとるものではあるじゃん、うん、で確かに残り少なくなったら最後まで残り少ない状態でお尻は拭けんけど、だからって言ってそれを捨てる人間は、まあ、なんていう、無駄遣いをする人間
ていう。あ、そうじゃないそうじゃない、大体いつも残っとるなって思っただけ。だから芯について捨ててあるとかじゃないよ。あ、はいはいはい、そうチョロって残ってるのがトイレットペーパーのホルダーにかかっとるんがうざいっていう。あ、だからチョロっと残しとってもそのままかけとる。うん、うん、いや別にそこに対しては怒ってないから。あ、そうなの。怒ってないって言ったじゃんね。そう、こうやってこう話してるのに話聞いてないとこもまたさイラッとするんだよねめっちゃイラッとするやん。いや、イラッとする、日々イライラしてる。すいませんあー、また軽いすいませんが出たよ。いや違うんだってさ、こうやってさ何気弱そうな人がさ謝ったらそっちがさかわいそうみたいになるやんこういう今までさ学生時代とかもずっとそう、気弱そうな人が結局かわいそうでさ気強い子が全部悪いよねみたいなさ、全部そう。まあそういう世の風潮あるよな。なんかズバッと言ってよ、気強い部分見せてよ僕はそういう意味で今まで隠して生きてきました。うぜー